空、青い空、青い空チャンネル、ソラちゃん始まりました。青い空の YouTube チャンネル始まりました。青い空の YouTube チャンネル、ソラちゃん、ありがとうございます。今久しぶりに歌いましたけど、スタッフから笑い声が聞こえるって何なんですかね。ちょっと鼻声だったんで、青井さんが鼻声どうしたんですか。ちょっと子供の風邪をもらいまして、ちょっと鼻声でやらさせていただきます。はい、いつもと違うところで。はい、そうなんです。説明をしてください。今ここ空いてんの。空いてます。そう、そうなんです。ゲストがいます、久しぶりに。じゃあ最初呼び込んでもいいですか。はい、はい、じゃあそれではインドネシアン住みます芸人の大輔さんでーす。どうもー、インドネシアン住みます芸人の大輔です。よろしくお願いします。ちょっと、ソラさん、なんすかさっきのって言うの。髪もしましたよね。なんなんすか。一応編集点つけましたけど、ね、つけましたよね。全部使ってください。これ全部使ってみました。カットしなくて大丈夫です。はい、ありがとうございます。ところで、ところで、はい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 、こう今日ね、こうあのコラボをしようってなったのが、もう最初、はい、あの大輔さんの方から、はい、ちょっと出ていただきたいっていう話から、じゃあうちの番組でも、そう、はい、うちのチャンネルでもアジアのスターだって認めてくれないスタッフがいるので、じゃあちょっとインドネシアで有名なところをちょっと言ってくださいよみたいな気持ちで。なるほど、あの人っすね。あの人です。あの人っすね。全然分かってないっすね。ですよね。うん、あの本当にアジア全土で超有名ですからね。あ、今マジで腹立ってます。なぜこの青い空さんがそんな人気がないみたいな風に言ってるのか、もう納得ができない。人気がないは言ってないです。人気がないは言ってないんですけど、本当なの。何が言いたいんですか、青い空さん。その、なんて言うんでしょう、レベルを疑ってるってだけです、僕は。あー、名前はあるのは知ってるけど、もちろん知ってます。まあ、例えば僕、まあ、6、7年インドネシアで活動させてもらったんですけど、僕の人気がこれぐらいだとしたら、青空さんこれぐらいです。あ、映ってないか、はい、映ってないか、映ってないですね。これぐらいね、これぐらい。もしあの立体感見せるんだったらこれぐらい。これぐらいね。これぐらい違いますよ、本当に。でもだって YouTube ですごいですよね。そう、一応、まあ、登録者60万ぐらいいるんですけど、すごいですよね。にもかかわらず青い空さんの知名度はこんぐらいありますからね。これぐらい、本当に1メートルぐらい違いますから。私バリが好きなんですよ。え、バリ行ったことあります？あります、あります。どうでしょう、バリ。もう大好きで、ほう、もう私バリに移住したいと思って。いや、でも青い空さんがバリ行ったら、うん、かなりちょっとやばいことがありますよね。いや、でもこの前行ってきたんですけど、はい、この前って言っても2、3年前か。お、2、3年前って言ってもいい。に行った時に、うん、はい、でも全然でしたよ。え、な、変装とかしてきました？特に全然、もうこのまま歩いてても。嘘でしょ、そのまま青空。バレないバレないっていう感じです。ほら、まあ、ほらじゃないよ。たまたまですね、多分その日インドネシア人いなかったっすよ。すいません。いました。よくなんかこうビーチでサーフィンとかの指導してくれる人とかいるじゃないですか、うんうんうん、その人とかに普通に指導してもらったりとか。え、その指導してくれた人も、うん、あ、青い空だってならない。なってないんですよ。だから別に、まあ、インドネシアも青い空として行ってるわけじゃないから、うん、本名の自分で行ってるから、うん、別にこうオーラ出してないというの。オーラって言ったらあれですけど。なるほど、名前言っちゃってもいいですか。本名、本名は純子の方。純子で言ってたから。純子で言ってたんで。あ、なるほどなるほど。そう、 あ、 あと今の旦那のと言ってたりとかしてて。あ、なるほど。あ、だとしたら向こうがもしかしたら気使ってかもしれないですね。そんなありえないですもん。青い空さんがインドネシアに行ったら、うん、かなりお祭り騒ぎになって。そう、だからもうバリってもうすごい過ごしやすいし、はい、海綺麗だし、はい、海楽しいし、はい、だからもう住みたいなと思ってるから。嬉しいな。多分これインドネシア人の人が聞いたら嬉しいと思いますわ。本当、青い空さんが本当にバリに移住したいと思ってるぐらい。本当ですか。本当にやっぱりセクシー女優やられてる方ってたくさんいますし、うんうん、やっぱりそういう海賊版で出回ってるじゃないですか、うんうんうん、その中でもやっぱり選出されて青い空さんが人気になったっていうのはなぜかって話ですよ。そう、なぜかなんですよ。それ気になります。めちゃくちゃ可愛いからですね。
を言ってるんですか。めちゃくちゃ正面で言われた。かわいい、ナイスバディ。それだけでしょ。抱かれるんじゃないかぐらいこう正面で来ましたから、ね、抱いちゃうぞ。本当にそれだけなんですか。マジでそうなんですか。あ、でも単純にやっぱり僕もそうでしたし、うん、他の女優さんもやっぱり素晴らしい女優さんたくさんいたんですけど、蒼井空さんはやっぱ魅力はありましたね。本当に、なんていうのかな、単純な話、すごい顔が俺もうドンピシャでタイプでタイプだし、やっぱりあのすごい、うん、好きになりましたね。だからインドネシア人がこうやってやっぱり蒼井空さんに注目するっていう理由はマジでわかりますね。へ、僕個人的なちょっと言っていいですか、はい、あのダメ出しじゃないですけど、うん、マジで言っていいですか、はい、もう怒ってもいいと思っていますわ、はい、俺蒼井空さんは黒髪が可愛いと思います、はい、これは言われませんか。これは社長さんどうですか。これはやっぱり金髪じゃないとダメなんですか。あの絶対黒髪の方が可愛いですよ。なぜこの動画を生かさない。このままそっちの方がいいです。黒の方がいいですよね。黒なんで金髪にしてるんですか。純子がやりたくて、純子が純子がや、純子の勝手なのか。じゃあ本当にちょっと騙されたと思って黒にしてください。これは多分みんな今その今のタイミングで多分みんなグッドマークをしてるかもしれないです。それよく言われます。ファンの方にも言われます。なんで金髪にするんですか。このプライドがある。いや、ずっとやりたかったっていうのがあって、はい、もともとその小ギャルとかすごい流行った、そのガングロとか流行った時代の人なんですよ、うん、はいはい、で、もう金髪とかめちゃくちゃ憧れてて、うん、でもそのお仕事始めちゃったからそういうことできなくて、はい、で、まあもう絶対結婚して子供を産む時にはもう絶対金髪しようって思ってたんですよ。それはもう子供を産むことで、お仕事が一回セーブされるじゃないですか、はい、お仕事のために黒髪にしてたので、はい、それがなくなるんだったらもう金髪いいじゃんっていう感じからもう金髪になっちゃったんです。なるほど、憧れの安室奈美さんにしてきたくてみたいなことです。そこです。そうですね、本当にしたわけですね、はい、大丈夫ですよ。蒼井空さんは蒼井空、安室奈美は安室奈美へ。てかあれっすね、蒼井空さん、あの本当裏表ないというかめちゃめちゃ話しやすいっすね。本当めっちゃいい人っす。なんだよそれ。なんすかそのストレートの感想。めっちゃいい人っす。めっちゃいい人っす。いや、いい人は伝わってますし、多分裏表ない方なんだなって、だから多分こんなにみんなに愛されてるんだなっていうのはすごい分かりましたね、今回会って。私のことを、はい、だから知ってるかって話よ、その友達とか、そインドネシアの、なるほど、お友達とか今、あ、います、住んでると、はい、その方たちが本当知ってるのかって話なんですよ、はい、あ、じゃあ実際どうですか、電話して電話できます。電話します。電話していいですか。はい、あれ時差ってどんぐらいあるんですか。2時間ですね、向こうが遅いです。遅い、まあじゃあ全然昼間か。はい、ちょっと電話してくださいよ。今していいですか。はい、じゃあビデオコールで、はい、録音。わかりました、はい、あ、今録音しています。はい、でもわかんないでしょ、今知ってんの。どうしようかな、じゃあ一番仲いい人に電話します。はい、その方は何かやられてる方ですか。この人はビデオ制作、映像制作。あ、ふん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 、見るかな。あー、仕事中かな。出た。お、お、ハロー、インドさん、ラギンガパイン、ラギンガパイン、オーラギリータグラ。いくよ、いくよ、カリーにビンタンタムニャ、ビンタンタムニャ。いい。わかる？ハロ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 。はあ。Do you know me？ ソーラーのイタ。わあ、すごい。本当？わかる？金髪だ今。ムングルティ？あ、タウ？青い空。違う、タキラタウ。誰が知らない人がいるのって。本当？本当に？うん。やべ。え、インドラさん。はい。サウダリマナ、青い空さん。うん、カ
Indonesia rata-rata dari internet ya. Oh. Karena susah. あ、なるほど。あ、うん、何で知ったのって聞いたら、うん、やっぱりインターネットから知った。なるほど。は？ちゃんてきや。かわいい。テレマカシー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 。え、インドラさん。はい、シア、シアパプンタウプンタンソラアオイさん。セラサパスティや。パスティ。おお。Karena mungkin ソラアオイ zaman itu。Zaman puncak-puncaknya DAV, jadi semua pasti tahu. Oh, buku gak umum nih, wah. Osoraku dari demo shitte ru tte. Hee. Hmm. 例えば、さっきのお話で言うと、インドネシアの方が思うに、どうしてインドネシアで葵さんが好かれてとか人気なのかっていうのをちょっと聞いてみたいです。あ、さっき大輔さんは、なるほど。色白でとかっておっしゃってたじゃないですか。なるほど。え。Kenapa orang-orang Indonesia suka Sora Aoi-san? Satu pasti cantik. Oh, pasti. Hai. Secara paket cantik dan hai. Tampilannya asli Jepang banget. Oh gitu. Pada saat itu kan banyak yang half ya. Ini coba, oh Jepang banget. Matanya gede. Oh. ですね、オッケー、トゥンビア、トゥンビア、みんなさん、理由は、まず一つ目、単純に可愛い。で、二個目、顔がすごく日本人。日本？はい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 。で、三個目、マジで巨乳って。そうね、そうね。カロ、ソラアオイさん、ダタンクジャカルタ、ギマナヤ、バハヤ。Mesti lihat keadaan dulu ya, kalau lagi nggak ada politik-politik sih aman. Oh, narkoto, 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 narkoto. Kalau kayak dulu, ya wah, repot.大丈夫なんですけど、もしインドネシアに、もし行ったら、大丈夫ってことを聞いたんですよ。はい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 。そしたら、一応、特別にこう有名な方が来た時に騒ぎにならないように、そのポリスとか手配するんですよ、と車を。それを手配すれば、青井空さんは大丈夫。そう、それぐらいのレベルですよ。でも、インドネシア入る時、はい、先導してくれました。あ、それ。ポリスが。そう。ああ、でも行きたいな、インドネシア。インドネシアで活動してみたい。片青井空さん。マウクルジャディインドネシア、マウティンガルディインドネシア。おしらかい。どうぞ。あれ制作やられてる方でしたっけ？そう。じゃあぜひ。インドラさん。はい。クルジャカムビキンあフィディオかん。カロカタヤカタオイソラさん。トロンパケサイヤーだって。マウ。お願いします。マウ。tergantung bayarannya dulu, takut lagi nggak buat bayar ya. 値段次第ですね。高くない。ありがとうね、インドラさん。手を貸し。ありがとう。ありがとう。だだ。だ。って感じです。わー、すごーい。これでも伝わったかな、本当に。でもやっぱ疑いはありますよね。さっきも青空さんが言ったけど、この人が。本当にそうってなってるじゃないですか、いや本当にそんなことないですから、一回現地行ったらですよ、ジャカルタに黒髪に戻して行ったらマジで多分もう空港から多分大騒ぎになって多分足つかなくなりますね、集まりすぎて。青井空さんはマジで有名ですインドネシアで。すごいじゃん。改めます、青井空は中国とインドネシアのスターだった。あと日本。あとアジア全体です。アジアでもまだいっぱいあるんで、その。まだ確かめなきゃいけないところがね。アイスさん以外にも。ああ、なるほどなるほど。シンガポールとかも全部行かないといけないです。なるほどなるほど。とりあえず3つの国は認めます。インドネシアはとりあえずもうコンプリートですね。コンプリートというか。わあ。よかったよかった。いや、楽しい青井空さん。超話
しやすい、嬉しい、なんか。か緊張してたのバカみたい、さっき。めちゃくちゃ緊張してましたよね。そう、めっちゃ緊張してた、やっぱファンだから。打ち合わせできたかな、今って思うぐらいの緊張でしたもんね。なんか付き合えるんじゃないかなと思って。それ無理です。それ社長さん無理ですか、それは。いや、子供いますからね。一回じゃんけんで、ね、一回試しましょう。一回じゃんけんで10回連続で勝ったら、ちょっと考えて。ということで、インドネシアでは、青空ちゃんはすごくやばい。